今日はコンディションほとんど変わりませんでした。気温は31度、そして今も追い風4メーターです。ただいまから2つ目の準優勝戦第11レースを行います。メンバーは1号艇岡山森谷美穂、2号艇福岡小野末奈、3号艇福岡深川真奈美、4号艇静岡土屋美咲、5号艇東京藤原夏樹、6号艇東京平田沙耶香、以上のメンバーです。枠なりの待機となっています。1号艇の森谷美穂、一番内側にいる状態です。足は3日目からどんどん日に日に良くなって、出足を中心にいいパワーです。2号艇の小野聖奈、2コース出足、回り足は上々。3コース3号艇の深川真奈美、スリット付近が課題ということです。後ろ引っ張って4号艇の土屋美咲、昨日から足はとてもいいということ。5コース5号艇の藤原夏樹、調整が合えば行き足出足がいい63号機。そして6コース6号艇の平田沙耶香、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第11レース。4コース4号艇の土屋美咲、わずかに好スタート。さあ、1マークはまず1号艇の森谷が逃げていく。4号艇の土屋美咲がまくり足、これは入りません。外に膨らんで流れて、2号艇3号艇6号艇が差し込んでくる向こう正面。先頭は1号艇の森谷美穂、スタートは前提正常でした。逃げた1号艇の森谷、差しの2号艇の小野聖奈、2番手に上がっています。一緒にマーク1号艇の森谷、2番手2号艇の小野、1位2の体型、後方は3番タラスイです。横に広がって6番4番5番3艇による3番タラスイ。レースはこれから2周目です。2周1マーク1号艇の森谷、そして2号艇の小野、1フタと回って、3番タラスイは6号艇が突進する格好で、4番と5番が同時に外を回していきました。4号艇の土屋、5号艇の藤原、そして6号艇の平田もまた絡んでくる3番手争いです。上位の2艇が1号艇2号艇と回り、そして3番手5号艇の藤原、全速ターンでこれはまくり切っていく。5号艇の藤原単独の3番手、上位体系1位2対5となりました。レースは最終周回、3艇種後ろ4号艇の土屋美咲、5番手が6号艇の平田沙耶香、最後方が3号艇の深川真奈美、最後のバック1号艇の森谷美穂、インから押し切ってきました。2コースから差して2号艇の小野聖奈、2番手です。1蓋上位の2艇です。そして3番手ですが、ここで入れ替わりがありました。4号艇の土屋の方が3番手、一歩リードを取って一定審査で5号艇の藤原、最終コーナー1号艇2号艇そして3番手は4号艇の土屋、握るは5号艇の藤原、4番と5番は競り合います。先頭は1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番と5番接戦のゴールイン、6番ゴールイン、ラスト3番ゴールインです。11レースを勝ちましたのは森谷美穂選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。カラッキーのプレゼントです。はい、ありがとうございます。スタート思い切りいけました？はい、思い切り行くしかなかったです。はい、08ぐらいでしたけども、簡単合ってるのかな。はい、はい、ではレース見てみましょう。森谷選手インコースからでした。スタート08、はい、しかしね、4コースから05あたりの土屋選手見えてきました。そうですね、スタートして4が見えたので、はい、1マークはどんなことを考えながら待ってました？先には回りたいなと思いながらターンしたんですけど、はい、昨日の、ね、後半からターンマークあたりが良くなってきたって言ってね、はいはい、連勝4連勝があったんですけども、そうですね、はい、あとは体幹がねずれてるって言ってましたけどね。そうですね、今日も両方ともずれていたので、うん、そうだったんですね、ちょっと、はい、プロペラ調整はねずっと行ってましたけども、はい、またちょっとずれがある、うん、そうですね。でもフラッシュとしては、まあ、悪くないです。合ってない中でもいいので、うん、はい、あの一幕の向きとか出口のあたりも満足できます。そうですね、悪くないと思います。じゃ調整としては、ま、その体幹のずれをまだ、ね、求めたいですか？はい、
あと足りないところはありますか？本当に体幹が良くなれば足も上積みがあると思うので、うん、はい、楽しみだと思います。そうなんですね。じゃあ優勝戦に向けては、はい、あとはプロペラ調整でいけそうですか？はい、それでは優勝戦に向けてファンの方にメッセージをお願いします。はい、明日しっかりスタート行ってチャンスあると思うので頑張ります。見ててください。11レースを勝ちました守屋美穂選手でした。ありがとうございました。